西日本豪雨から間もなく6年となるのを前に、呉市内の学校が防災集会を開き、生徒らが被災体験を発表しました。災害は呉市の天皇学園で開かれた防災集会には、生徒や教員およそ270人が参加しました。天皇地区は6年前の西日本豪雨で大きな被害を受け、12人が犠牲となりました。集会は災害への意識を高めるのが目的で、防災に必要な情報を共有したり、自らの被災体験を発表したりしました。普段からある光景や生活などの当たり前が当たり前ではなかったのだと、この時気がつきました。大雨とか洪水とかに備えて、犠牲者を出さないようにしていきたいなと。生徒たちは学んだことを文章にまとめ、周囲に伝えていくということです。